株式会社経営競争基盤は東京都千代田区に本社を置くハンズオン型コンサルティング会社である事業戦略立案や M&A 実行支援を行う産業再生機構の元中心メンバーによって設立された元産業再生機構最高執行責任者富山和彦が代表取締役最高経営責任者を務め事業会社の役員経験者 コンサルティング会社、投資ファンド、金融機関、会計、法律事務所出身者などで構成されている。中長期リスク共有型自己投資として、企業再生投資やベンチャー企業投資も行っている。道のりホールディングス関連は口実。岩手県北自動車南部支社所属のメックスカラーのバス株式会社道のりホールディングスは、経営競争基盤の100%子会社で、 経営再建を行う参加の公共交通機関に対する持ち株会社である。会社設立以降、経営難に陥った公共交通事業者や親会社の経営構想から外れた交通事業者を次々に参加に収め、事業者関連系や課客混載などの新規軸を通じて収益性の向上につなげている。公共交通ネットワークの最適化。 地域の観光産業への参画と貢献、環境適応型の新しい交通システムの確立をビジョンに掲げ、単なる投資、経営コンサルティングにとどまらず、各事業会社の営業展開にも積極的に関与しており、道のり HD 代表の松本潤も、当社はファンドではない、永続的な事業として存続させると明言している。参加企業による高速バスの共同運行にも、 積極的で、道のりエクスプレスのブランド名で各社で、川岸やスユきデザインの共通カラーリングの車両を導入するなどの試みを行っている。現在、路線バス事業を中心とした5企業グループと、鉄道事業者1社、モノレール事業者1社を参加に置く。ありがとうございます。